英雄性チャンネルの時間です。若藤です。西です。さあ巨匠、はい、本日はまあこち亀、はい、ですね。それもラジコンで走るっていうね。ラジコンでこれ走るんですか？です自転車が、はい。まあこちら亀有公園前、まあロングセラーの漫画ですよね、はいはい、でこういう何ですかフィギュアっていうか、はい、多いんですか？いや、あまり出てはないんですけど、超合金とかそんなも出てるんですよ。超合金が出てるんですか？出てます。ちゃんとあのロケットパンチを発射します。ちょっと待ってください。あの両津さんの超合金がある、はい、出てます。うわーすごいですね、はい、でこれパッと見てちょっとまあ細かいっていうか、もう拳銃もあれば警棒もあればすごい精巧に使われてますね。そうですね、うん、だってそれはやっぱり原作者の秋元治先生が、うん、秋元治先生すごいおもちゃにこだわりを持っておられる方じゃないですか。はあ、バービーちゃんとか G.I. ジョーの今までの歴史とかも書き抜かれて、あ、そうですよね、はい、だからやっぱりそこにやっぱり敬意を表して粗末なものは作れないぞっていうメーカーの意気込みがやっぱ見えますよね。なるほど、はい、この作者の今ほど言われました秋元先生、はいはい、まあ、漫画も僕は何度か読ませていただきましたけど、はい、ただ単にギャグ漫画ではなくものすごく知識もものすごく深くて、そうですね、感動する、あの煙突の話とか泣かせるやつもありますよね、うん、相当勉強されてるっていうか、はいはい、でロングセラーこの作品一本でやってられる。そうですね、はあ、はい、なるほど。で西さんね、はい、秋元治先生有名なんですけど、はいはい知ってます、はい、長い間ね秋元治先生じゃなかったんですよ。え、誰か違う人だったと。そうですね、名前が昔小回り君っていうの覚えられてますね。知ってます。チャンピオンで連載されてた小回り君って、警察官の死刑死刑とかありましたね。あの先生に憧れて始められたんで、はい、山上達彦先生なんですけど小回り君の作者はね、はい、それをちょっともじって山留達彦っていう名前で、山留達彦さんっていう名前でずっと書かれてました。最初は山留さんっていう秋元さんと山留さんで作品を書かれてたという、はい、書かれてましたずっと。はあ、でそのコミック本がだから背表紙が山留達彦になってるコミック本はちょっと値段がするみたいですね。レアだということで。レアっていうことで。いやこれまた貴重な情報ですよね、はい、この有名なこち亀の漫画は実は名前が変わってるという原作者も。そうです、秋元治じゃなかったんですね最初は。はあ、藤子先生がね手塚治虫先生の足元にも及ばないけどっていうんで最初足塚茂道っていう名前でやってたの、ね、聞いてます。あれと同じような理由ですね。あのこち亀の原作者は実はあの死刑に憧れてたという、はいはい、小回り同じ警察官が主人公じゃないですか。ですよね、はい、ああ言われてみれば歴史があるね、そういう話ですよね、はい、いやもうロングなんでね好きなことたくさんおられますけど、はい、ちなみにこれ珍しい何体ぐらい貴重なんですかねこれは。いやこれはやっぱり複数出てるとは思うんですけれども、うん、ちょっともともとが高額商品だったんで何人の人が買われただろうかなとは思いますけどね。本当にもうでも本当に細かいところまでできてますんで、はい、価値のある作品、はい、今日もご紹介どうもありがとうございました。ありがとうございました。